さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もツイステッドワンダーランドやっていきたいと思います。ニューイヤーセール2024ということで、やっていきます。前回ね、デイ1からデイ4をやったと思うんですけども、残りの、デイ5から残り、やっていきたいなというふうに思います。まあ、撮ったのね、さっきなんですけども。メタ発言するとね。はい、ということで、エピソード 5-1、ポムヒオレ領来店ということで、やっていくぜ。このイベントもね、短いながらで楽しいんですよね。まあ、今年はコマバトルなんだけども、コマバトルでなんか無敗ってやばくない？それ。まあ、なんか、いろいろと技術やらなんやら、読みやらなんやら言うてますけども。結構難しいよね、それね。まあ、回数こなせばそれも分かってくるのか。さあ、ミステリーショップ。ああ、もうレジの列、進み遅すぎだろう。いつになったら俺の番が来るんだよ。ん？なんか甘い匂いが。待たせてて悪いな。お詫びの印のチョコレートパッチだ。よかった、食べてくれ。へえ、気が利くな。早速一口。ってなんだこのお菓子。うますぎる。ははは、いい反応ありがとう。作った甲斐があるよ。パクパク。本当に美味しい。レジ待ちが長いからもう来るのはやめようかと思ったけど、また来てもいいかも。お菓子をもらったお客さんのイライラ指数をスキャン。10分前と比較して 70% 軽減。心拍数徐々に正常値へ。リラックスしてきてる。トレイさんのお菓子を配る作戦大成功だね。ああ、レジ待ちのストレスを少しでも減らせればと思って始めた施策だが、うまくいってよかった。特技をうまく活かしたわね。あ、ビル、エペルも一緒か。二人とも明けましておめでとう。はい、トレイさんとオルト君も明けましておめでとうございます。その東方をイメージした衣装、素敵ね。着用しているだけで場が華やく印象を受ける。ニューイヤーセールの非日常感をより盛り上がる仕掛けってところかしら。なるほど、これはサムさんから支給されたものだし、そういう狙いもあるのかもな。いやあ、これは。ビルリエペル君じゃないか。いらっしゃい。よく来てくれたね。あら、ルーク、山積みの箱を乗せたカートを押して、大荷物ね。商品を補充しに行くところ？おい、今日も美しいね、ロワド・ボアゾン。今朝は早く寮を出て、会えてなかったから顔を見られて嬉しいよ。二人ともミステリーバッグを持っているところを見るに、買い物終わったのかな？もしまだ必要なものがあれば、ぜひ私に、商品の案内をさせてくれ。二人に似合う品がたくさんあって。あんたが私たちに会えて舞い上がってるのは十分伝わったから、早く仕事に戻りなさい。ああ、二人の接客ができなくて残念だけれど、そうするよ。買い物は楽しんで行ってくれたまえ。あっという間にいなくなっちゃった。ずいぶん忙しそう。でもルークさん楽しそうに働いてるな。うん、このバイトはすごく楽しいよ。ところで、二人は何かお目当てがあってミステリーバッグを買ったの？去年販売になったお気に入りのリップがあればと思って、残念ながら入ってなかったけど。僕は10枚綴りの高級ステーキ引き換え券を狙ったんですけどダメでした。刺しの入った霜降り肉、山盛り食べたい。高級ステーキの引き換え券。そういうものが入ってることもあるのか。それは俺もちょっと欲しいな。ですよね。やっぱり食べ盛りの高校生なら肉をもりもり食べて。エペル、調子に乗って不節制なんてしたらどうなるか分かってるわよね。は、分かってます。もちろんその分運動もケアもしますって。かくなる上は、この棚にある1000マドルのお肉のソース2種類セットを買うしかない。え、ステーキがないのにソースだけ買うの？ああ、そうじゃなくて。1000マドル足せば、ミステリーバッグと合わせて5000マドルになるから。ああ、コマバトルに勝ってゴールドサムチケットを手に入れようって魂胆だな。はい、そうすればゴールドサムチケットを高級ステーキ引き換え券と交換できるので。あはは、エペルさんよっぽどそのお肉が食べたいんだね。チケットでチケット交換して、そのチケットをまた交換しないといけないっていうね。
まあ別にいいのか。うん、それに僕は小さい頃、こういう木でできたおもちゃでよく遊んでたから。困って奴の扱いは割と得意だと思うんだ。だから勝って絶対チケットを手に入れてみせる。エペルがバトルに挑戦するなら、私も参加するわ。このヘアアクセを一つ買えば、金額は足りるわね。え、ビルさんが僕と一緒にバトルを？おすすめのためにゴールドサムチケットを手に入れたいの。二人で攻めた方が勝率上がりそうだし。それに、子役時代にこれに似たスピニングトップっておもちゃの使い方は教わったことがある。芋はなかったけど構図は似てそうだし、うまくできるんじゃないかしな。そういうことなら一緒に戦いましょう。絶対に勝ちますよ、ビルさん。強敵出現だね。難しい戦いになりそう。でも、あの作戦を使えば。ああ、きっとうまくいく。ボルト、俺たちの力を見せてやろう。作戦とはいかに、ストーリークリア。さあ、ゴロンにやっていきましょうか。ポムヒオレ領大天ということで、行くぜ。購買部前。そんな負けたトレイさんの駒だけまだ回り続けてる。敗因は私とエペルの二人がかりで、オルトの駒とぶつかり続けたせいね。やったー、トレイさん作戦通りに行ったよ。ああ、そっか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 。サポート役と攻撃役みたいな感じで。作戦？駒は紐を時計回りと逆に巻くと回転も逆になるだろう。ビルとエペルは二人とも時計回りに紐を巻いてるのを見たから、オルトにはあえて逆方向に巻いてもらったんだ。そうすることでぶつかった時の摩擦が強くなって回転する力が消耗するんだよ。なるほど、勝負が始まった時、トレイが駒をやけに遠くに投げたことに違和感があったんだけど、私たちの駒の衝突に巻き込まれないためだったのね。悔しいけど乾杯だわ。ああ、僕の高級ステーキをもりもり食べる野望が。寮にはオーガニック野菜がたくさんある。負けたってことは、代わりにそれを食べろということよ。ああ、そうですね。今日はステーキの代わりに歯ごたえのある野菜をいっぱい食べよう。そんなに落ち込まないで、エペルさん。条件さえ満たしてくれれば何度だって挑戦できるんだし。ああ、よかったら諦めずにまた来てくれ。俺たちクルーはいつでも受けて立つから。To be continued。でもさ、あれだよね。挑戦する、挑戦するしまくってさ、結局、肉ぐらい買える金額まで達してたらもう意味ねえからな。それでもお肉買った方がよかったよねってなっちゃうもんな。ストーリークリア。まあでもそのいくつかで挑戦した何回目かでもしかしたら勝ててゴールドサムチケットが手に入るんだったら、まあ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 って感じか。でも、ストーリークリア。イグニハイド領来店ということでやっていきましょう。ここはさ、イデア君が一人だから、イデア君一人で来ることあるんかな。まあなんかこうゲームやらそういう系のものが超安くなってるとかなってくるのかな、どうなんだろう。そうじゃないと来ないでしょ。ミステリーショップ。今まではね、オルト君が連れてくるみたいな流れであったと思うんだけど、去年とかが前の年のやつはわかんないんだけどさ、どんな感じなのかは忘れちゃったけど、困りましたね。おや、ムッシュ計画班。憂い顔でどうかしたのかい?買いだめの需要が落ち着いたのか、日用品の売り上げが下降気味なんです。おお、それは悩ましい問題だ。収益を増やす新たな工夫が必要かな。例えば、お買い得商品を一箇所にまとめたコーナーを作るのはどうでしょう。お買い得や特価といった言葉に心をくすぐられる方は多いですし、トレビアン、いいアイデアだね。ぜひやってみよう。あれ、いるはずのオルトがいない。あ、そっか、弟の頑張りをね。見に来るっていう優しいお兄ちゃん。おや、あそこで店内を見回しているのは。いやー、ロワドデショップ。何かお困りかな？げ、ベベ、別に困ってないで、話しかけないで。こっそりオルトにだけ会おうと思ってたのに。あれ、兄さんは、いらっしゃい、来てくれたんだね。明けましておめでとうございます、イデアさん。オルト君に会いにいらしたんですか？おー、おめえ。
ああ、人の少ない時間を狙ったのに、ボルト以外の店員に見つかるなんて辛。兄さん、手に買い物袋持ってるってことは、例のものは買えたの？うん、ボルトが教えてくれたお買い得品は、無事ゲットしましたぞ。よかった、兄さんなかなか来ないから、売り切れちゃうんじゃないかって心配だったんだ。イデアさんはお目当ての商品を求めて、こちらに足を運んでくれたのですね。一体どんな品物が君の心を、の骨董船に触れたのか、とても気になるよ。何を買ったのか良ければ教えてくれるかい？う、ああ、その、映画の巨大モンスターを、千分の一スケールに再現したフィギュアを買いました。そんな品物を陳列されていたんでしょうか？本当にミステリーショップの品揃えには驚かされます。じゃあ、ボルタの様子も確認できたし、拙者はこの新たな仲間をコレクションケースに飾るゆえ帰ります。ああ、待って兄さん。そのフィギュアの金額5000マドルは余裕で超えてるよね。せっかくだから、コマバトルをしていってよ。ああ、なんか面白いゲームをお客さんとしてるって、ボルトが言ってたやつ。いいよ、勝負しよっか。そう来なくっちゃ。じゃあ、ルークさん、ジェトさん、兄さんのお相手をお願い。待て、ちょっと待て。え、オルトが勝負してくれるんじゃないの？僕は今、品出し担当だから、バトルはしないんだ。大丈夫、二人ともとっても強いから、楽しい勝負になるよ。イデアさんを楽しませられるよう、心を尽くしてお相手させていただきます。ああ、だから遠慮なく私たちにぶつかってきておくれ。頑張ってね、兄さん。一緒には戦えないけど、僕も横から応援してるよ。やたらニコニコしたこの二人とゲーム。普通に嫌なんだが。ストーリークリア。グニハイド領退店ということでやっていきましょう。購買分前。これは。コマは衝突して HP を削り合うゲーム。そう見込んで他とぶつからない場所を予測して投げたけれど。いやー、作戦大成功。拙者やはり天才。このまま仲間同士コマをぶつけて自滅してくれれば。あれ、二人のコマ、じわじわ拙者のコマに寄ってきてない？負けるかと思ったのに。ああ、ルークさんとジェイドさんのコマと衝突した影響で、兄さんのが先に止まっちゃった。ぶつかりさえしなければ、持久戦で勝てたかもしれないのに。やはり土俵の中央から大きく外れた場所へ、コマを投げたのはそれが狙いだったのですね。やはりってことは、こっちの作戦を読んで僕の駒に近づくよう投げたってことを、深く。2対1の不利な状況で打てる手には限りがある。君がどの手を使うか、ジェイド君と予測したのさ。けど、その不利な状況下で君は見事に前線した。目を見張るほどの立ち回りだったよ。ロワルデショップ。実にいい勝負だったね。君の購入金額なら、あと5回は勝負できるよ。5回ってことは、6回、5回、あと5回6だから3万超えってことね。お互いの心の読み合い、駆け引きの応酬、きっと次はもっと胸を熱くするバトルになる。さあ、激闘を重ねて絆を深め合おう。いい、嫌に決まってる。勝負するとしてもオルトと対戦できる時間を狙ってきますし。じゃあ、拙者はこれで。オルトをバイト頑張って。オーラら引き留める間もなく、風のように去ってしまった残念だ。ルーク・ハントさん、ジェイド・リーチさん、兄さんとバトルしてくれてありがとう。僕も仕事に戻るね。バトルへの挑戦権があと5回も残ってるというのに、イデアさんは意外な良客ですね。次にイデアさんが来店するまでに、彼の興味を引く品を集めたコーナーを作りますか。面白い冗談を言うね、ジェイド君。一人のお客様のためにそんな変更はできないよ。だから私たちで全てのお客様の興味を引けるような素晴らしい売り場を作るのはどうだろう。それだととても難易度が高くなると思いますが、それも心理戦を制するための一つの訓練だと思えばいい。きっと私たちなら不可能ではないよ。そこまでおっしゃられては断るわけにはいきませんね。引き続き収益を増やす作戦を考えましょう。
To be continued。 あと5回かよ。なんか5000以上だからな。だから3万以上をかけてるってことだよね。ストーリークリア。ディアソムニア寮来店ということでやっていきます。ミステリーショップ。ここはね、4人いるんだよね。この、シングカバー、色も柄も推しのイメージにぴったり。ただ僕の部屋の家具には合わないかな。それなら部屋のイメージごと一新するのはどう？例えば、シミュレーション映像を壁に投影開始。え、このシングカバーを使った部屋の映像が壁に、他に映ってるラグや雑貨も推し要素満載でいいな。あれ、どの雑貨にも見覚えがあるような。オルト、シングカバー以外も店内の商品で揃えたのか。うん、お客さんの欲しいものを中心に、部屋に統一感を出すのに最適なものを店内在庫から検索したんだ。ってことは、この部屋を再現できるのか。全部買うからどの商品か教えてくだされ。気に入ってくれて嬉しいな。お買い上げありがとうございます。なんかオタク気質な客だなと思ったけど、イグニハイドリオのものかよ。まあそりゃそうか。こんな購買、促進方法を取れるとは、すごいな、俺と。販売か。このシミュレーション機能はなかなかいいでしょう。若様、こちらの街灯はいかがでしょう？ん？あそこの、ひときわ目立つ集団は、いささかでありながら気品を感じさせるデザイン。なんたらかでありながら、お似合いになるのは若様だけです。確かに、マレウス様にとって似合いそうだ。いや、街灯は間に合っているからいい。なら、こっちの表裏で色が違うマフラーはどうじゃ？遊び心があっていいと思うぞ。あは、まるでマレウスをショップ店員が囲んでるみたいだ。これじゃ俺たちの立つ瀬がないな。トレイ先輩とオルトが、明けましておめでとう。うん、シルバーさんたちも明けましておめでとう。みんな揃ってお買い物。ああ、それとリリアが、この店で面白い企画をやっていると言っていてな。なんでも、コマバトルという催しだとか。お前たちもそれ目当てで来てくれたのか。これが見本なんだが、このコマを回して戦うんだ。これがコマか。子供のおもちゃらしく小さいな。精巧な左右対称の造形が見事だ。ちなみに参加するには一人5000マドル以上の買い物が必要なんだが。なら、菓子や飲み物をたんまり買い込んで、寮のみんなでパーッとパーティーせんか。新年からみんなで集うか、賑やかな時間になりそうだ。は、リリア様とマリウス様のご提案に異論などございません。僕にお任せください。戻り次第すぐ寮の者どもに招集をかけます。ああ、期待しているぞ、セベク。楽しみじゃなあ。新年くらい何事もなく集まれればいいかの。無事集まるよう、俺も気を引き締めます。4人がバトルに参加するなら、2万マドル必要になるけど、本当に全部食べ物と飲み物に使うの？食事が余ることを心配しているのなら大丈夫だ。俺たちみんなで食べればすぐなくなる。うちの寮でもホールケーキがあっという間になくなるしな、大丈夫だろう。なんならゴールドサムチケットやらも山盛りの菓子との交換に使うとしようかの。戦う前から勝つ気でいるようだが、俺たちをそう簡単に倒せると思わない方がいいぞ。でもゴールドサムチケットとは確かに、でもあれだよね。高いものに使うならいいけど、安いものに使うならっていうところだよね。例えば菓子一品にしか使えないみたいなさ。ゴールドサムチケットの金額分とかさ、なんだろう。菓子これ分とかじゃないでしょ。菓子1個で交換でしょ。例えば1万円分の菓子と交換できるってわけじゃないよね、多分ね。いや、わかんないけど。だからそれおもろいよね、なんかゴールドサムチケット。おお、トレイがそんな挑戦的なことを口にするとはクフフ、わしも燃えてきたわい。ふん、誰が相手であろうと、若様が勝つに決まっている。しかし、トレイ先輩たちは自信があるようだ。俺たちも油断しない方がいい。簡単に倒せる相手ではないか。うふ、言葉通り手応えのある戦いになればいいが。4対2のバトルでは厳しい勝負になることが多い。気を引き締めないとね、トレイさん。ああ、けど、
ひばり CD も良くないぞ。俺たちの積んできた経験を信じて冷静に行こう。さあ、ストーリークリア。もう7日目になるともう面構えが違うな。さあ、ディアソムニア寮退店中ことでやっていきます。購買分前。ラストはトレイとマレウスの一騎打ちじゃ、白熱しとるのう。激アツな戦いが繰り広げられてんのか、これ。あ、マレウス様の駒が弾かれて回転が止まってしまいました。やったー、僕たちの勝ちだよ、トレイさん。そんな若様が負けるなんて。己人間どんな卑怯な手を使ったんだ。まさか本当に僕に勝つとは、クローバー見事な戦いだったぞ。ありがとう、マレウス。でも正直どっちが勝ってもおかしくなかったよ。確かに勝率は五分五分だったけど、勝負を分けたのはトレイさんの駒の投げ方だったと思うな。他の人の駒とぶつからない場所を予測して投げてたし、テクニックも上達してる。回転力を維持できていたから、マレウスさんの駒に衝突した時も押し出されることなく回り続けた。逆にマレウスさんの駒は途中リリアさんの駒とぶつかって威力が 2% 落ちちゃってた。ああ、トレイが投げそうな方向を狙った結果、わしらの駒は一箇所に密集してしまったからの。お二人の息がぴったりなばかりに、お互いで削り合う結果に。駒を投げた後の展開は誰にもわからない。多少経験の差はあったかもしれないが。リリアとマレウスの駒が偶然ぶつかり合ってくれたんだから、運が良かったってことさ。そう？運が結果を左右する。アナログなゲームは予測が難しくてワクワクするね。なるほど。単純な遊びに見えてなかなか奥が深い。楽しかったが悔しいの。これはもう飲んで食べて発散するしかないわい。ジュースもお菓子も多種多様に購入しています。寮に戻って存分に食べてください、リリア先輩。では、そろそろ寮へ戻りましょうか、若様。購入品を持つのはこのセベクにお任せを。ああ、クローバー小さいし、シュラウド。小さいシュラウド。なかなか楽しめたぞ。気が向けばまた足を運ぼう。いつでも来てくれ。買い物でもコマバトルでも歓迎するよ。みんなニコニコだ。みんなじゃねえか。セベクだけか。ねえ、トレイさん、この勝負本当に運が良かっただけ？マレウスさんとリリアさんのコマがぶつかり合うってことが分かってたんじゃない？そんなことないさ。さっきも言った通り、コマを投げた後の展開は誰にもわからない。とはいえ、コマを投げるときは巻き方やフォームを再確認したし、自分にできることはしたつもりだ。それならやっぱり運じゃないよ。経験の差が出たってことだ。そうかな。そう言ってもらえると自信がつくよ。ありがとう。これからも一緒に頑張ろうな。まあ、つってもこれで、最後なんじゃないか。ストーリークリア。あ、デイ8、8。8-1、新年のセールもあと一息ということで、やっていきましょう。あ、なんか総決算みたいな、総決算というか総集みたいな感じで、そういえばあったっけ？そうだよな、量が全部終わってそれで終わりじゃないわな。そんな、俺の駒が誰のものともぶつからず、土俵、界に出ちまった。俺は誰のとも当たらないよう遠くに投げたつもりだったのに、店員二人の駒に挟まれてる。うわぁ、店員の駒とぶつかって俺の駒の回転がどんどん弱まっていく。おや、お客様たちの駒が二つとも止まってしまわれたようです。勝負あり、私たちの勝ちだね。店員の駒を全部弾き飛ばすつもりで投げたのに、どちらにもかすりもしないとは完敗だ。正面からの戦いを避けようとした俺の方が、まともに駒をぶつけ合うことになるなんて。次はきっとうまくかわせるはずさ。ぜひまた勝負に来ておくれ。はぁ、あ。経験か。ミステリーショップ。一人は正面から勝負し、一人は戦いを避けるタイプ。僕たちの予想は当たりましたね、ルークさん。そうだね。けど、バトル後に彼らがため息をついていたことが気になる。
もしかしたら私たちの勝負を楽しんでもらえなかったのではないだろうか。おっと、お客様が会計にいらっしゃったようです。いらっしゃいませ。ミステリーバッグの購入だね。4000マドルだから、あと1000マドル分足せばコマバトルに挑戦できるよ。いかがかな。あー、遠慮しておく。前に一回あんたたちとバトルしたけど、またやりたいものではなかったし。それなら、無理にとは言わないさ。では、会見に移るとしよう。お買い上げありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ムーシュ計画班、さっきのお客様はバトルをまたやりたいものではなかったと言っていたね。はい、僕もその言葉が気になっていました。ああ、人々を笑顔にしようと思っていたバトルで、つまらない思いをさせてしまうなんて。お客様がバトルに消極的なせいか、最近は5000マドル以上の買い物を目指さない方が出ています。結果、売り上げも減少傾向にありますね。ひょっとすると、私たちは戦い方を間違えているのではないだろうか。えい、沈んだ顔だね、ラッキーボーイたち。何かお悩みかな？実は、カクカクシカシカ。丸三角四角。なるほど、状況は分かったよ。その上で一つ確認させてくれ。君たちは相手がどのように攻めてくるか、バトルの前に予測して対策を立てているんだね。おい、お相手の言動や雰囲気で言葉に重きを置いているの、か、持久戦狙いかを大体察しがつくよ。お相手の意図、相手の意図の裏を書き、最善の手を打つ。それができていること自体は素晴らしい。しかし、それが行き過ぎてしまっては、お客のバイブスが下がってしまうんじゃないかな。確かに、最近バトルに参加された方々はどこかつまらなそうでした。つまり、こういうことかい。私たちが勝つために注力したことが、お客様のモチベーションを下げ、売り上げにも影響してしまったと。イエス、きっとそれで正解さ。おかっぱの小鬼ちゃん。なんということだ。勝利を求めるあまり、お客様の心の奥深くにある痛みに気づけなかったとは。売り上げの向上はもちろん、私はお客様に楽しんでもらうことも大切にしたい。どうか改善しなければ。とはいえ、僕たちはコマバトルに負けるわけにはいきません。お客様を勝利させる以外で、モチベーションを上げる作戦が必要ということですね。モチベーション。ああ、そうだ。楽しくかつ美しい案をひらめいたよ。バトルの周辺環境に手を加えるのはどうかな。と言いますと、ドラマチックな音楽をかけたり、効果音を当てたり、それに相手の活躍に賞賛を送るのさ。舞台の感激ではそういう時、特に胸が高鳴ることを思い出してね。なるほど、それはいい案かもしれません。雰囲気作りは大切ですからね。にひっひ、新たな戦略が決まったようだね。では、コウニちゃんたち、引き続きクルーとしての君たちの頑張りに期待しているよ。はい、ああ。ルークさん、新しい作戦を成功させるため、早速準備に取り掛かりましょう。そうだね、ジェイド君。私たちの頑張りで、この制度に新たな風を吹かせてみせようじゃないか。ストーリークリア。8-2、新年のセール、まあ、あと一息、2、やっていきましょう。勾配分前。駒の軸に紐を巻く。ああ、もう絡まってめんどくせえ。このぐらいでいいだろう。それぞれ駒を回す準備はできたな。じゃあ、バトル開始だ。うおー、なんであっちの駒。俺たちのとは回り方が全然違う。なんか赤いのすごい耳してるね。これなんだろう。馬の耳なのかな。なんだろう。シマウマ、なんだろう。なんかそれ系じゃねえの。ちょっと違うか。わからん。耳見ただけじゃ何だかわかんないけど。右のやつはちっちゃくて可愛らしい耳をしておりますな。嘘だろ。あっという間に弾かれちまった。二人とも残念だったね。今なら持ち人数ゼロだし、また5000マドルお買い上げですぐに再挑戦できるよ。ち、やってやれるかよ。帰ろうぜ。そうか。気が乗らないなら仕方がない。またのご来店をお待ちしてます。
ああ、今度はこっちサイドに問題が。まあ、ルークさんたちはどういう案をね、あ、てか、効果音とかなんか、盛り上がるような感じの演出を考えてんだけど、こっちはどうなんだろう。やっぱり最近バトルに挑戦する人が少なくなってるね。これは良くない状況かもしれないぞ。お客がバトルにフラストレーションを感じているせいか、集客が悪くなってきてる。店の売り上げも低下傾向だ。オルト、何か対策を考えよう。あーい、いい提案だね。クラブのコーニちゃん。あ、サムさん。やれやれ、見られたくないところを見られてしまったな。トレイ君はこんな状況になった原因について、何か思い当たることはあるかい？フラストレーションの理由ということですか？多分ですけど。俺たちはスキルを磨くのに夢中になりすぎて、お客をしっかり見ていなかったんじゃないかと。どういうこと？独りよがりなバトルをしてたってことさ。お客が不慣れだろうがお構いなしに勝ちに行ってただろう。でも、客の目線から見れば、よく知らない遊びで経験者に圧倒されてる状況じゃないか。そりゃフラストレーションもたまるし、勝てないバトルには挑戦したくなくなるだろう。そういうことか。ちょっと負けたくらいで諦めちゃうなんて根性のない人たちだね。あは、まあ、ゲームそのものに対する熱意は人それぞれだから、とにかく。追加購入の意欲が湧かず、売り上げが落ちるのも当然だ。これじゃ、スペシャルボーナスどころじゃないな。原因については俺もトレイクの意見に同感だよ。じゃあ、次はリカバリーの方法を考えようじゃないか。最初に思いついたのは、手加減をしてバトルの終盤まではお客に華を持たせるって案なんだが、お客さんのレベルに合わせて僕たちがバトルで手を抜くってこと。そんなのゲームに対する侮辱だよ。僕は絶対にしたくない。そう言うと思ったよ。それに、俺もこの案はできれば避けたい。手を抜いてるのに本気で戦ってるように見せるなんて、俺の演技力じゃ成功する気がしないからな。他にいい方法は？そうだ。手加減ができないなら、手加減なしで互角の勝負になればいい。手加減なしで互角の勝負に、僕たちが不利になるようなルールを追加するとか。いや、違う。遠回りなように思えるが、もっと根本的に問題を解決する方法だ。俺たちが強いのはボトルの経験が豊富で、お客が知らない技術やコツを知っているから、つまり。ああ、そっか。僕たちがコマのを教えてあげて、挑戦するお客さん側を強くすればいいんだ。敵を育てるなんて、斬新な考えだな。でも、具体的にどんなことを教えればいいの？例えば、さっきのお客、紐の巻き方がかなり浅かっただろう。緩かったか。もっとしっかりきつく巻いた方がいいって教えてやったら、いい勝負になったんじゃないかな。ああ、確かに。紐の巻き方だけじゃなく、投げる体勢や回転の向きなんかも教えてあげたらいいかもね。ああ、それで実際に強くなれば、お客のバトルへのモチベーションも上がるし、周りで見てる他のお客たちからしても、挑戦へのハードルは下がるんじゃないか。そうだね。教えてくれるならって、コマバトルのために商品を購入するお客さんが増えそう。決まりだな。お客のコマバトルへの意欲を回復させて、売り上げも向上させる方向でいこう。どっちが勝つかわからない全力同士のバトル。やっぱりゲームはそうでなくっちゃ。にひひ。方針は決まったみたいだね。ニューイヤーセールも後半だ。コーニちゃんたちのラストスパートに期待しているよ。店員さん、お会計頼むよ。お、早速、名誉挽回のチャンスは飛び込んできたな。お買い上げありがとう。あとは500マドル分の追加購入でコマバトルもできるよ。一緒にどう？バトルがあんま気乗りしないな。コマの扱いに自信がないのか。もし挑戦するならレクチャーを受けられるぞ。レクチャー？そんなのやってるのか。コマはシンプルそうに見えてとても奥が深い。テクニックを知ればもっと楽しめるんだ。その手伝いを俺たちにさせてくれ。いいね。そういうことなら、あと500マドル分買い足して挑戦してみるよ。コマはどうやって投げればよく回るんだ。地面と距離を近づけつつ、サイドスロー気味に投げるのがコツかな。
何度か試してから本場の勝負と行こう。こっちも全力でやらせてもらうぜ。さあ、新年のセールもあと一息3行きましょう。まあ、それぞれの結果みたいな感じかな。寮の垣根を越えた僕たちのコンビネーションについて来られるかな？え、別に垣根を越えたってほど仲良くは。まあいいか。このまま駒を挟み撃ちだ。ブラボー、見事な動きだ。君たちの投げた駒が左右から素早く攻撃を仕掛けてきて。さながら、はやぶさの舞のよう。ああ、私の駒は土俵際で耐えきれるのだろうか。バチバチ。え、駒がぶつかったとき、火花の散る音が、あのスピーカーから聞こえてきたのか？臨場感がすごい。駒バトルって前もこんなに迫力あったっけ？効果音が闘志をより燃え上がらせてくれている。よし、今回こそ僕たちが勝つ。それはどうでしょうか？え？うわ、もう一つの駒のことを忘れてた。バチンバチン。僕たちの駒がいっぺんに弾かれただと。どうして？ああ、嘘だろう。今回こそ勝てると思ったのに。また負けた。こんなの無理ゲーじゃん。心の高ぶる素晴らしいバトルだったよ、二人とも。回を重ねるごとに強くなっているね。え、本当に？二つの駒でルークさんを狙撃する作戦はとても素晴らしいと思いました。ああ、私の駒がすぐに弾き飛ばされていたら危なかった。紙一重の勝負だったよ。作戦とチームワークで私たちをここまで追い詰めるとは、なんと素晴らしい。皆で二人を称えよう。え、なんか急にいい話だったね風の BGM が流れ始めたんだけど。なんだかすごくいい勝負だった気がしてきた。僕たち二人でまた作戦を練り直そうじゃないか。そうだ。次は挟み撃ちじゃなくて一つの駒で一人の店員をマークする形に。ははは。ごまかし作戦みたいに見えちゃうけどな。いい感じの BGM で流す。みんなにそれが通用するかどうかだよ、マジ。今のお客、負けても何度もバトルに挑戦してるな。楽しそうで何よりだ。リピーターさんを獲得するなんてすごいね。称賛すべきは彼らのチャレンジ精神だよ。私たちはその心に少し火を灯したに過ぎない。ドラマチックな効果音で勝負を派手に演出しつつ、相手の作戦をきっちり読んで手堅く勝つ。さらに試合後 BGM と共に相手の健闘を称えることでやる気を引き出す。うまいやり方だ。のんのん、引き出すだなんてそんな。私はただ素直に思ったことを口にしているだけだよ。はい、ルークさんのおっしゃる通り、僕も正直な気持ちを口にしているだけですので。はは、二人の真意はともかく、これはなかなか強敵だ。また戦いに来たぞ。今度こそ勝つのは俺たちだ。いらっしゃいませ。再びのご来店誠にありがとうございます。うふ、全国よりもさらに燃え上がる闘志を感じるよ。店員として嬉しい限りだ。では、お望み通りお相手しよう。君たちの情熱に私たちも全力で応えようじゃないか。8-4、新年のセールもあと一息4ということでやってみましょう。いや、俺も甘く考えてたわ。両分で終わりかなと思ったんだよ。だから、デイ7で終わりかなと思ってたんだけど、そういえば、こういう感じに続くんだなっていう、やってて思い出した。さあ、お会計はこちらの列にどうぞ。少々待たせてしまうが、おさらいで並んでくれ。商品を求めるお客様たちで溢れ返る店内。こんなに素晴らしい光景はないね。売り上げが好調なのは何よりですが、今まで以上の激務になってきましたね。現在の集客率。一番売り上げが落ちていた時の 2.5 倍？これじゃ忙しいはずだよ。にっひっひ、嬉しい悲鳴が聞こえるね。サムさん。コマバトルが大盛り上がりで、熱狂的なヘッツが何人もついているそうだね。その盛り上がりを体験しようと新たな客も押し寄せ、ショップの売り上げが、ストライクゴールド。
これもすべてクルーのみんながコマバトルの問題を解決してイベントを成功させてくれたおかげだね。さすがラッキーボーイたち、期待以上の働きだ。ありがとうございます。はじめは俺も初心者だったのでなんとかコマになれようと必死でしたが、より売り上げが増えるように試行錯誤したから、そう言ってもらえるとありがたいです。私も貴重な体験をさせてもらえたことに心から感謝したい。コマに興じる人々の姿や、お目当ての商品を手に入れた人々の笑顔、目にするものすべてがボーって至福のひとときだったよ。いやー、そのようだ。現に今の君たちはとてもいい表情をしているからね。僕もたくさんの人の欲しがるものや好みの統計が取れて楽しかったな。そうですね、お客様の多様な要望に応える苦労もありましたが、対応の仕方など大変勉強になりました。にひひ。魅力的なサービスとは、お客とお店側がウィンウィンの関係になれるものさ。さあ、まだまだ君たちとコマバトルをしたいという高二ちゃんがたくさんいるようだな。やっと僕たちの順番だ。コマバトル再戦するぞ。いらっしゃいませ。また来てくれたんだね。前回投げ方を教わってからどれだけ練習したことか。今度こそ勝ってみせる。ちょっと待ってくれ。手にしてるコマは紐の巻き方が少し甘そうだ。巻き方をもう一工夫した方が回転は安定させられると思うぞ。軸に紐の玉を固定して巻きやすくする方法があるんだ。こうして、よし、投げてみてくれ。熟練者。初心者とは思えない。まあ、さすがにもう何十何百と戦ってるだろうからな。面構えが。おお、確かに安定して回せる。なるほど、投げ方だけが全てじゃないのか。コマは他にもたくさんの紐の巻き方があるよ。図解もできるから必要な時は呼んでね。すごい、コマって奥が深いんだな。よし、いろいろ試してみるぞ。マーベラス、まさにテクニックの伝道師。コマへの深い理解と愛がなせる技だ。トレイさんとオルト君から技術を教わり、コマに乗り込むお客が大勢いるようですね。僕らとは異なるアプローチ、大変勉強になります。そりゃどうも、この後のバトルに気合が入るな。店が好調なのは何よりだが、勝負に負けたくないっていう気持ちも本当だ。バトルの方も最後まで走り切るぞ。あれ、終わったかな。購買部、なんか別になんかボタン押してないですね。なんかこのエピソードに入るよっていう感じでもなく、なんか自然と入った感じですね。ミステリーショップ。数日続いたサムズニューイヤーセールもそろそろ終わり。あーってことは、もうこれはこのイベントの締めくくりって感じか。やっていこう。ここでクルーにバイトの感想を聞いてみよう。どうだい、この仕事にやりがいを感じてもらえているかな。レジ待ちのストレス緩和のために焼き菓子を配ったら、俺の菓子目当てのリピーターがついたんです。店の売り上げに貢献できて、試作品の感想も聞ける。いい経験をさせてもらいました。一石二鳥。クラブのコウニちゃんはナイスな経験をしたみたいだ。おかっぱのコウニちゃんの感想も聞かせておくれ。相手の心の内にある欲求を見定めて商品をおすすめする仕事は刺激的だったよ。お客様の操る色とりどりのコマと戯れられたのも素晴らしい体験だった。楽しい時間をメルシー。そちらの子鬼ちゃんたちはどうかな。モストロラウンジでの接客とは異なる部分も多く、戸惑うこともありましたが、お客様を楽しませる様々な方法を模索する中で、とても実りある時間を過ごせました。僕の予測とは異なる商品を手に取るお客さんが多くて驚いたよ。データ収集と分析は欠かさなかったんだけどな。セール中ならではの行動パターンって興味深いね。 Thank you。 素晴らしい感想だね。Thank you。 いいね。それぞれこのバイトから得るものがあったようで、店長も俺も嬉しいよ。ところで、
この店には新年からいろんな夢や欲望を持ったお客様が訪れているけど、コウニちゃんたちはどんな年になることをお望みかな？抱負なんかがあれば聞かせておくれ。そんなことなんか、この1年に1年、この1年なんか目標みたいな、なんか決めるみたいなね、やったことねえな。抱負というか、今年も周りや俺自身が平穏に過ごせるのが一番いいかな。あ、まあそれが一番丸いな。今回の経験を生かして寮がより円滑に回るよう、みんなをそれとなくサポートしていこうと思う。ミステリーショップでのアルバイトを通じて、また新たな美をいくつも目の当たりにしたよ。こんな風にフィールドワークの範囲を広げて、今年はより多くの美しい瞬間に立ち会いたいものだ。今回のアルバイトでは、皆さんにセールを楽しんでいただくために僕なりに趣向を凝らしました。この経験を生かして、学園の皆さんが例年以上に刺激的な日常を送れるよう、陰ながら尽力したいです。部活も学校行事もイベントもいろんなことにチャレンジする。汗水流して働く以外にも、ナイトレイブンカレッジの生徒としてもっといろんな経験をしたいんだ。4人とも話を聞かせてくれてサンキュー。君たちが素敵な1年を過ごせるよう祈ってるよ。サムさん、一つ大事なことを確認させてくれませんか？ああ、スペシャルボーナスね。より店に貢献したチームがスペシャルボーナスを手にするという話でしたよね。これはでも去年通りなら、まあ結果はね。トレイ君たちの働きも見事だったけれど、私と無臭計画班も負けてはいないね。スペシャルボーナスを射止めたのはどのチームか教えてもらえるだろうか？おーい、心配しなくてもちゃんと決めてやるさ。サムズニューイヤーセール中の素晴らしい働きによって、見事スペシャルボーナスを手に入れるチームは極誰だ誰だ。トレイ君&オルト君チームとルーク君&ジェイド君チーム。まあ結果こうなんだよな。つまり両チームだ。どの子鬼ちゃんも一生懸命働いてくれたから優劣をつけられなくてね。スペシャルボーナスは4等分にして全員に支給することにしよう。な、まあでもあれだよな、別に損はないわけだから。なんだって？確かにどちらかのチームが 100% 総取りとは明言してなかったけど、一人 25% ずつは想定外だよ。勝負はモチベーションアップのための方便でしたか。サムさんにしてやられたようですね。とんでもない。コウニちゃんたちの勝負が互角だったから、どちらか一チームに絞れなかっただけさ。君たちが競ってくれたおかげで店の売り上げはアップ。コウニちゃんたちは全員ボーナスゲット。ウィンウィンだろ。全員を勝利者として称賛するその気遣い、これこそ接客術のプロの手腕だね。さすがだよ。あ、去年もこんなんだったっけな。確か、うん、4等分だったような気がすんだけど。少し拍子抜けしたが、スペシャルボーナスがもらえるならよしとするか。全員で頑張ったのは事実だしな。さて、大にぎわいのセールもいよいよ大詰めだが、この後も夢とサプライズが詰まったミステリーバッグを求めてお客様が押し寄せるだろう。コウニちゃんたち、最後までニューイヤーセールを一緒に盛り上げておくれ。任せてくれ。了解だ。かしこまりました。エンド。これで終わりか。はい、ということで、ですね、今回で、サムズニューイヤーセール2024ということで、まあ、今年のね、ツイステの一発目のイベントは終わりになりますと。まあ、デイ15まであるところを見ると、おとといぐらいまで更新があったようですね。はい。
だから、それぞれにエクストラバトルが解禁されて、1日ずつ解禁されていったってことかな、これは。最初は、ハーツダビルからディアムソムニアってことだよね。いや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 、長いってことはないんだけど、このパートはすごい長いかもしんないですね。結構まとめてやってるので、本当は分けたかったんだけど、もうね、日にち最終日迫ってたんで、ちょっと一気に、ちょっとやらせてもらいました、ということで。いや、楽しいね。毎年ね、このイベントからまあスタートできること、本当にいいなと思うね。来年も、ちょっと楽しみにしながら、待ちたいなというふうに思いますけども。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。